もう嬉しさとあとはもう緊張と不安がすごく大きかったですね。あの本当に初めてあの舞台をやらさせていただくので本当にもう何も本当に何もわからないのでゼロからなんですよ。なので本当になんか皆さんの足を引っ張らないようにとかあの本当に教えてもらいながらあのやっていきたいなっていやもう恐ろしいと思いました。いやすごいなってずっと毎回思ってました。僕には本当にできないことだなって思ってましたね。本当にパワーももちろん必要ですしそれこそ毎回お客さんの反応も違うし笑いどころも多分感動するポイントも違うでしょうしでもそれをやっぱり肌で感じるじゃないですか。いやもうその緊張ですね。何をいやもうでも本当にいろんなことを教えていただきたいですしいろんなことをすごくあの聞きたいこともたくさんあるのであの教えてもらいながら頑張りたいです。皆川さるときさん皆川さんと多分そうですね人生で一番近い距離でお芝居をした方なんじゃないかな。ここで俺すごいお芝居をさせてもらったりとかしてたことがあって僕の中では勝手に皆川さんとはもう一線を越えた関係だと思ってるのですごく優しくて素敵な方々ばかりだと思うのですごくリハーサルとかも本番中とかもなんかすごく楽しいことがいっぱい起きるんじゃないかなっていうのはすごく想像してます。僕は、初めて舞台に出させていただくんですけども精一杯頑張りますしハリコナとしてこのチームの一員として皆様を楽しく違う世界へ、連れて行けるような一員になれたらいいなと思って精一杯頑張るのでぜひ、よかったら足を運んでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。